聞いて、岡部。両方救うのは無理。そうでしょ。どうあがいたって確率は2分の1なの。だが。だがじゃない。私の結論は変わらない。真由里を助けて。そう簡単に諦めろって言うのか。お前を見捨てろって言うのか。そんなのできるはずがないだろう。できるかできないかじゃない。あんたをやらなくちゃいけない。それしか道はない。ダメだ。お前は俺たちの大切な仲間だ。俺はお前も見捨てない。岡部。他に解決策があるの？ないんでしょ。私は真由里を犠牲にしてまで生きていたくない。もし真由里を助けなかったらあんたを一生恨むから。お前はここにいるのにこんなのあんまりだ。ごめん。ありがとう。私のためにそこまで苦しんでくれて。Hugs for days. でも、もう十分。私は大丈夫だから。あとは真由里のことだけ考えて。俺は諦めない。絶対にだ。話にならない。このマザーバッカー。Whoa, shit. 私は大丈夫だって言ってんのに、何が諦めないだ。バカなの？死ぬの？英雄気取りか。この中二病患者ができもしないくせにカッコつけてんじゃない。あんたの頭の悪さにはイライラする。なんで私の言うこと素直に聞き入れてくれないのよ。俺はあんたが真由里を助けることが相対的に判断してベストなのよ。一体何が気に入らないの。相対的判断などクソくらいだ。She's getting intense. 俺は神じゃない。気がついたらそれに等しい立場にいたけど全然違う。誰を助けて誰を見殺しにするかなんて俺はもう決められない。だから俺は今度こそどうせ無理よ。いつもあんた言ってるでしょ。シュタインズゲートの選択ってやつ。回避不能。解は出てる。岡部一人がどれだけ頑張ったって世界の維新には勝てない。それでも俺はもがいてやる。勝手にしろ。私は手伝わないからな。もうアメリカに帰るつもりだし。さよなら。もう二度と会うこともないわね、法王院京馬さん。本当にバカだ。バカにも程がある。このバカ。It's a lot of ways to say stupid. Well, like, how many times have you repeated, like, these last, like, 5 days? Like, jeez. As you'd figure. It's probably more than dozens. Yeah, pretty much that. Nande? タイムリープするのは逃げよ。これまでもマユリを助けるためっていう大義名分でたくさんの人を俺は傷つけてきたんだ。しかもそのことで感じる罪の意識もだんだん鈍っていくんだ。人としてのまともな感覚が失われていくんだ。だったらなんで今あんたは迷ってる？タイムリープマシンっていう保険が効かないからかもな。俺はこのマシンを使いこなしてなんていなくて振り回されているだけなのかも。逃げたって苦しくなるだけ。私がそうだから。今の岡部見てられない。自分の顔鏡で見た？急に老けたように見える。心がボロボロになってるんじゃない？そこまで思い悩まずに私の言うことを素直に受け入れればいいんだ。さっき言った通り、あんたはここにとどまっちゃいけない。ベータ世界線に行きなさい。マユリが死なない世界へ。それがあんたのためでもあるし、私のためでもある。It's a pretty strong guarantee that that's the truth. Ah, jeez. Just 例えば実際に皆さんが体ごと過去や未来へ行くことができるようなタイムマシンを作るにはまず何が必要か考えてみましょう。誰がクリスティーナだ。一言も言っとらんわ。これまでの自分を否定したくないの。たとえ失敗ばかりだったとしてもそれを含めて今の自分があるんだから。私たちひょっとするととんでもないものを作っちゃったかもしれない。前にあんた言ってくれたでしょ。私のこと大切な仲間だって。あれ結構その嬉しかったっていうか。じゃあ電話レンジの改良が終わったら一緒についてきて。